どうもこっそりワイドのお時間です。今日は先ほどジャンクションが終わったばっかりなんですけどね、ひろみさんよろしくお願いします。はい、お願いします。今4時52分ですですね、はい、ちょっと斬新な体勢でお届けします。小笠原さんどこに座ってらっしゃる。東京のニュースが流れてる間にこんな感じで緊張感がもうたっぷり伝わる感じだと思いますが緊張感どこがですかどこがですか。本当にいつもだったらこの時間何されてますっけ。いつもやったら控え室に入ってあのニュースを見てますね。あ、やっぱり、はい、くっちゃべりながらコーヒーをちょっと飲んだりしながらですね。あ、そうですよね。そうなんですよ。メイク室でちょっとおしゃべりたいみたいなところで、ね、はい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 、小笠原さんいつもどんなことされてます。この時間は大分県内の気温のチェックしてますね、最近はね。さすがです。確かに、いや、本当暑いから、ね、今日オンエアではお伝えすることになるんでしょうけど、今日の分ももちろんチェックされてる。はい、もちろん、はい、うん、今日は日本一高かったのが宮崎県の海老野市、はい、そして1位タイで犬飼いだったんですよ。いや、で1位で3位が今度は日田だったんで、ね、はいはい、まあ事実上のワンツーですね。まあそうですね、ワンツー、はいはい、あんまり笑えないぐらい暑いんですけどね。そういった情報をこの時間に調べてオンエアに備えたりしているというわけなんですよ。やばい、俺も本番に向けて台本の読み込みをしっかりしないと。嘘ばっかり見たことないじゃないですか。いやいや、もういつももう一語一句間違わずにインプットして喋ってるので、はい、もうこれも実は台本通りなんですけども。何をおっしゃいます、はい、違うかったちょっといい雰囲気が伝わればなと思います。はい、こんな感じで緊張感たっぷりでお届けしております、はい、ありがとうございました。嘘ですよ